ちょっと画角出るのはやめてもらっていいですか。上です。ひろです。カメラのカバーは向ける6段じゃないです。本日の動画は A-2022 きたパフォーマンスプラクティスです。俺は A-これいつぶりだ。多分フューチャーパーフェクトからですね。だな、皆さんが見たのは僕とマンちゃんの時で、フューチャーパーフェクトの後のやつをマンちゃんと見ましたけども、やってきましたこの時期というとこで、うん、MMA が MMA ミックスマーシャルアーツミックスマーシャルアーツじゃないさ、ライジン年末大会もうそろそろございますMMA でございます。この季節がやってきたというところで、各アーティストが今ミキロマジでアホやばい。それは略して、そんな略し方されてないですよ。今各アーティストが MMA で、はい、パフォーマンスしていますので、はい、今回は A-HYPE から見ていきましょうということで、 A-HYPE 以外のバックダンサーを使ったパフォーマンス、ね、あったね、はい、ありましたからね。何人使うか、何人使うか、オールスター高野さんのクイズだったらあるね。バック A-HYPE 以外が何人使われるのか、ね、キーパッドでお答えくださいって。果たして2022年はどういったパフォーマンスになってるかチェックしていきたいと思います。よし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 、はい。もう相手早いですって。また映ってないです多分。はい、同じ A-HYPE といえばアイテムブーブー。これさ、やってるやん、クイズ違和感とかでもさ、はい、鼻からやってるやつってなるやん。この展開から何するんだろうな。この先がちょっとやばいな。つかんな、これどうやって売り作ってるか。いや、本当に3回ぐらいリハしてやっと多分ね、いく形で。だって俺ら手つないでこうやってぐるぐるやって2回ぐらいかかってるのにさ、わわわって言ってやった。最後のだってバッてやったらなんかこう、はいみたいな、あやとりみたいな感じになってたよ。綺麗にしなかった。そうそうそう、やば、振り付けさどうなってんだこれ。ある種変態かもしれん。ここまで来るとちょっとね、ある種変態かもしれん。マインクラフトめちゃくちゃうまいとかじゃない。絶対うまいよ、絶対うまいよ、絶対うまい。こう来たらこうみたいな。捨ててからの7人横一ってやっぱ、いや、まあ、ずりーな。ずりーな。あ、大人になったな、やっぱみんな。いやー、なりましたね。成長感じる。いや、成長感じますね。立つだけで雰囲気出てきた。大人になったんだよ。なくなったんで、まだ消えたんだけど。消えたんだけど。そもそもなるほどね。なるほどね。あ、なるほど。一個ね、コンテンツがね。一回暗転。はい、あいやいや、ちょっと画角出るのはやめてもらっていいですか。画角出んのやめて。俺もついていけない、ちょっと久々にちょっとね。どういう板付きなのこれは。なんか人中力みたいなコンセプト好きだよね。なるほど。K-POP はこのバックダンサーとのこう振り方がすごいですよね。これたまたまかもしれんけど、そういうふうな仕事がある。くしくも、はぁ、なんじゃこれ。やばい、ついていけない、ついていけない。おぉおぉ、うわ、なんじゃこりゃ。おぉ、ちょっとついていけんないと、いきなり踊りだしたし、ちょっと一回一回スピーカーで結構ブーンってこう多分触れて、ああ、そう、全部ブーンっ
って揺れるんだけど、それをめっちゃ表現してるのがすごいなって思う。だからもうちゃんといい音で聴いてる前提でちゃんと音クリエイトしてる。なるほど。動きがすごかった。だから結構細かい、トタタタとかもそうだし、なんか細かいノイズっぽい音をちゃんとこう拾って表現してるのが、その音楽性、なんかそのアプローチがすごく、おぉと思って。すげえ足音で、ね、やっぱりおー今のカノンやば同じ振りで同じタイミングでずらしてんのに、オンビートが1の人と2からの人と3からの人は比較的やりやすいのに、え、ワン、え、ツー、え、スリーになると一気に難しくなる。これ可能ある。これあれのエンカウントスタートの人は外れそう。え、ワン、え、ツー、え、ってなると同じ動きになぜかやりにくいっていう。すごいな、これやべえよマジ。いや、爆弾さんとか言わないよな。おおおおおお、ここは続きだ。こっからフューチャーパーフェクトですね。いや、7人になった瞬間やっぱ雰囲気変わる ね、 変わりますね。圧倒的に変わるね。暗い雰囲気、暗い雰囲気、なんかダッダッ闇、はいはい、闇属性、闇属性っぽい感じでしたね。多分去年はあの結構勢いある、あ、そうそうそう、もっとそう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 、もっとビートで、そう、勢い、若さみたいな感じで、成長とともにそこはなんかコンセプト合わせに来てるのかなっていう感じがしましたね。フューチャーパーフェクトね。うまっ、うまっ。マイクって一個お題に対してのレパートリーの、この大喜利じゃないけどなんかその使い方がさ、こっからこれを連想させる振り付けを作るっていうのはやっぱ俺全然出てこないもんね。やっぱそこに対してやっぱこうスタンドマイク伸ばすモーションと、はいはい、ボンってこうマイクチェックチェックとかっていうモーションの発想、それをちゃんとダンスに落とし込むっていう、うん、なんかクリエイティビティがやっぱすげえなーっていう、うん、ここからあれですね、多分 MMA 仕様の、あ、そう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 、特別いつもの時間だ。はい、うまい、はい。
そういうのだもん、すごいよな。すごいな。お、キャー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 、増えた。こっからやなってことは。おー、羽生えたみたい。すげえ。おい、なんだ、なんだ、最後は最後すごかったですね。怒涛だったね、めっちゃ振り込まなくなったしね。やべえわ、雰囲気出すレベルが上がった。だからその踊りのテクニックもそうなんだけど、はいはいはい、立ってるだけでこう見せる感じというか、なんかその立ってるだけで自然にこう出るオーラがやっぱこう舞台経験ばかず踏んで、確かにやっぱこう自然に出てくる。なんかそれってもう持ってるものにプラスこう努力値じゃないけどまたポケモン出てきた。そう、努力値の部分がやっぱすげえ出てる。いい意味でダンスの変化っていうよりもその経験値を踏んだことによる、でもそれって芸事というかタレントアーティストにおいてすげえそれ必要なことじゃないかなみたいな。立ってるだけでかっこいいみたいな。そのままもう舞台に立つ人間としてそれはね、極限の状態だよ、立ってるだけですよみたいな。いや、ちょっと去年とだいぶ違った感じですし、なんかエンハイプンの、まあ、僕らが比較的わーとかって言って盛り上がってた感じともまた少し違うニュアンスで、そのダンスだけではない、まあ、オーラの部分の成長も感じるということで、ね、また2023も楽しみだなというところですかね。今回はエンハイプンの MMA2022 を見てまいりましたということで、はい、また新しい動画上がったらチェックしていきたいと思います。はい、じゃあエンハイプンが好きなあなたは、このチャンネルを登録して高評価もしてコメントもして、また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。